どうも、お酒を二十歳になってからマーセンです。こんばんは。今日はですね、札幌生ビール、黒ラベル飲んでおります。はい、久々な黒ラベル飲む。はい、今日は2019年の7月の7日でございますね。はい、七夕。リアルにおいて七夕なんてね、どうでもいいというか、何にももちろんね、あるわけもなく、はい。仕事からね、ちょっと、笹を取ってきたりね、飾り付けしたりってことはありましたけども、はい、個人的には何にもございません。はい。七夕といえばですね、由来っていうのは確か中国なんだよ。中国なんで、七夕イベント、第三国志、まあ、あってもいいかなと思ったんですけど、なかったということで、残念。はい。まあ、ログインでもいいし、ログインなんかボーナスキャンペーンみたいな、山菜でもよかったんですけどね。なんか、織姫ガチャとかでさ、織姫勝負か。それ、ダッキとか多いとかまた出しても面白かったんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、ないんなら、しょうがないということで。まあ、七夕といえばですね、短冊に願い事を書いて、それを、まあ、叶うか叶わないか、よくわかりませんけども、はい、そういうのを、まあ、願うという日で、ございます。ということでね、今日は第三国志運営様にですね、3つほど、まあ、七夕の日にですね、まあ、お願いをしていきたいという動画で、ございます。はい。第三国志も、サーバーは今63、4とか、まあそこら辺ですよね。うん。で、最新のシーズンは今、群雄等々が40サーバーぐらいまでですかね、やられてるということで、そしてまあ今月末にも多分ですね、次の新しいシーズンが来るということでですね、すごい楽しみにしてるんですけども、ツイッターとか、チャットとか、まあいろいろ見る中で、やはり、今のこの第三国志に対する、まあ、不満とか、意見とかっていうのは、ね、多数あるわけでございます。はい。まあ、運営様におかれましてもね、まあ、アンケートとか実施したりということで、まあ、いろんな意見をね、幅広く収集されてですね、その中でいろいろ、考えていただいてるとは思いますけども、今の環境が果たしてどうなのかということで、はい。まあ、そこから語っていきたいと思います。まあ、一つ目。はい。ルローグでございます。はい。やっぱりこの意見が一番多いかな、今。これで第三国志やめますとか、今シーズンもうやらないですとか、そういう声はね、多数ございます。はい、多数ございます。はい。別ゲーになるんですけども、なんとかバースっていうカードゲームがあるんですよ。なんとかバースってね、僕も結構やってて、昔。今でも動画は結構見るんです、そう、YouTuber。で、まあ自分自身はやってなくて、久々にちょっとね、開いてみて、やったんですけど、もう環境に追いついてなくてね、勝率1割以下ぐらいでございまして、はい、30戦ぐらいして、あ、もうどうしようもねえわ、と思ったんですけども、まあそのなんとかバースさんがですね、まあ大変なことになってるということで、まあ、パワーのあるカード、まあ一つのクラスに集中してですね、そのクラスが強すぎてですね、まあ、使用率とか勝率もそこにすごい偏ってしまって、なんとかバースさんは、プロリーグもあるわけでございます。プロリーグもある中で、偉いことになって、なんとかバース YouTuber さんもこぞって叩いてますしね、下方修正というか、ナーフって言うんですけど、下方修正、調整、戦闘もう終わりだぜ、みたいな形で結構声を上げられてるということで、まあ、そこまでにないにしても、第三国志の今、ルローグン仕様というのがやっぱり良くないというか、ちょっと、みんな楽しくない、つまんねえ、っていう、ことになってるのかなっていうのはね。まあ、かつてここまで第三国志が始まって以来ですね、意見がここまで集まってるってことは、初めてなんじゃないかなと思います。はい。まあ、細かなルローグンの仕様に関してはもう言いませんけども、まあ、個人的にまあどこを変えるかっていうと、まあ、陥落ペナルティーかなーと思いますよね。うん。まあ、いろいろやばい仕様はあるんですけども、
ブローグンって僕も、まあ、体験してですね、陥落したんですけど、陥落したらどっかで飛ぶんですよ。その州内にポンって飛ばされて、またゼロからスタートみたいな感じなんですけども、普通の軍有勢力とかだったら、陥落すると、どうせ、まあ、そこから復帰するのはどうするか言ったら、上納して謀反を起こすか、味方に救出してもらうかっていうことですよね。で、それによって、まあ、復帰できるんですけども、ルローグに関しては別にないんですよね。陥落状態にならない。飛んでから、また、近くにいる勢力に対して殴ってって、まあ、資源を確保して、また、すぐ復帰できるみたいな。どうなんかなと思いますよね。僕はそこをもっと強めたら、厳しい条件とかにすれば、もうちょっとその飛ばさなくていいよね。その場所にいればいいと思うし、例えばね。例えば、味方が助けに来ないと動けないとかいう状況にするとか、した方が、僕はいいかなと思います。はい。まあ、細かな仕様変更とか、いろいろ意見はあると思うんですけども、やっぱりこのローグン、まあ僕みたいなね、まだまだ中途半端な人間がやってたら、なかなか無双はできなかったんですけども、実際それもつまんねえローグンの動画を見ていただくと分かるんですけども、やっぱり、本当に強い方がやったら本当やばいですからね。やばい。それが塊となって動いたら本当めんどくせえ。はい、で、ルローグン自体も、最初からローグンになって、こう、落葉を取るっていう人なんかいませんよね。今のローグンの使い方っていうのは、その同盟が不利な状況とか、まあ、負けたとか、まあ、自分が陥落しそうな時に一つの逃げ場として、以前はルローっていう手段もありましたけども、今はルロー軍ということになって、その強い石を生かして嫌がらせをするみたいな、で、なんか気が楽なんですよね。失うものは何もないみたいな感じで、本当なんか吹っ切れた感じで戦えるので、この仕様に関してはぜひぜひ次のアップデートではね、変更来ないみたいなんですけども、ぜひぜひちょっと考えていただければなと思います。はい。その次ですね。その次は、もちろんですね、勝負。ガチャですね。ガチャ。ちょっと開きましょう。現在ガチャの今、確率表記に関しては、提供割合が、星 5%、星 4、30%、星 3、65% っていう、こういう表記の仕方になっています。まあ、これはもちろんね、日本のソシャゲにおいては時代遅れでございまして、今はほとんどですね、そのキャラクターとかアイテムとかの一個一個の個別の確率表記っていうのはほとんどされてます。はい。で、それを見て消費者の皆さんはガチャしてくださいねみたいなことをされてる中、まあこれはかなり時代遅れだと思います。はい。で、まあ日本のそのガチャの、その歴史をたどると、まあ景品表彰っていうのがあるんですけど、まあこれがコンプガチャっていうのが、まあ定着して、結構是正勧告というかことになりましたよね。で、まあそれ、コンプガチャっていうのは、まあ、例えば、大三国志で言うと、例えばですよ、劉備と孫権と曹操、これ3つをゲットしたら、その3つをゲットした人限定で強い戦法が手に入るみたいな感じ。天造天石も結構ね、なんか、誰か言ってたよね、これコンプガチャになるんじゃねえのみたいな話もありましたけど、今1枚交換になったんで、あれだったんですけど、中国の三枚交換とかなかったっけな。昔僕ね、最初天造か天石の時に桃園決議とかって、劉備星5と張飛とカーンじゃなかったっけ、わからないですけど分からないですけど、はい。そういうことで、やっぱり確率表記というのはしっかりしてもらってですね、その中で、自分のがねを使うということで、これからどんどんね、この厳しくなっていくと思います。このガチャに関して規制ですね、日本の法律的な規制に関しては、やっぱり多額のお金を入れて、やっぱりその家庭で問題になる、その夫婦の問題になる、多重債務とか自己破産とか、そういう社会問題になりかねないです。一兆円産業ですしね、やっぱり社交心を煽るという意味では、やっぱりこれは一つの、まあ、問題になると思うので、はい、しっかりここら辺は、まあ、今年齢制限はね、つけてるとは思うんですけども、その使用制限というか、まあ上限金額みたいなのもあると思うんですけども、提供割合に関してはしっかり表記していただけると思います。それとやっぱり武将が増えてくると、自分の欲しい武将が全然手に入らないじゃないですか。なので、まあ動線ガチャではですね、今こうやって軍有1、2、3国で義語職な、漢
か、まあそういう分かれてるじゃないですか。これをまあ名称でもこういうことをやってもらって、自分の欲しい部署をしか少しでも与えれる機会、確率っていうのを上げてもらうっていうのがいいのかなと思いますよね。はい。そんな感じです。勝負は。はい。まあ、毎日もね、無料も弾けるっていうので、2回かな ?12 時間に1回なんで、まあその点に関しては素晴らしいとは思うんですけども。はい。そこら辺ちょっともう少しお願いしたいかなと思います。はい。さて、3つ目でございます。3つ目は、リアルイベント開催ですね。まあ昨年は、公式オフ会、まあ東京とイベント、大阪開催されました。僕は東京の方に参加しました。2泊3日で行って、すごい、まあ、動画でも言ってますけど、すごい楽しかったですし。やっぱりこうやって、僕もリアルのオフ会、まあ、非公式でも結構参加させてもらってて、お呼びいただいたりして、すごい楽しいです。本当に。朝まで語れる。で、個人的にもね、一緒に飲んだ方もたくさんいらっしゃるんですけども、すごい楽しいから、ぜひぜひ今年も公式のオフ会、というかまあ、イベントでもいいです。今年は神戸の方であったのかな、いろいろなんか出展っていう形でね、第三国志の方が出展という形で、参加されて、なんかグッズとか販売したりね、ありましたよね。まあそういう単独の、第三国志のイベントっていうのもぜひぜひやっていただければなと思います。はい。まあそれ関連してですね、今月ですね、7月の28日、岡山、まあ、非公式ですけど、オフ会が開催される模様です。まあ、これは開催されると思います。はい。これ延期ですね。5月だったっけ?もともとちょっと開催する予定だったんですけども、それ延期して今月になりました。ぜひぜひ、ぜひね、近くの方、第三国志、一緒に語りながら、酒飲みながら、一緒にワイワイできたかな、できたらなと思います。また来週にでもですね、詳しいことを決まりましたら、動画にて、告知したいと思いますんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。今回はね、もうちょっとね、YouTuber としてやっていくものとしてね、ちょっとなんか、前々から言ってましたが、ちょっと名刺みたいな、カードみたいなね、なんか作りたいなっていうのがあるので、今月の国会に間に合うようにね、ちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、お酒は私なってかませんでした。運営の方、はい、3つのうち1つでも願いを叶えていただければと思います。